昼飯を済ませるとすむ。彼はぜぜい向けて柏屋を出た。さっきの男に会ってはいけないと考え、宿外れでカゴに乗った。舞坂から新井までの船渡しもなるべく傘で顔を隠すようにし、上がるとまたすぐカゴを雇って三河の国二川の宿へ着くと、まだ日が高かったが旅籠を取った。お滝の頼みで来たものの、ぜぜい行くのが無駄だということは彼の頭から動かなかった。世の中がどれほど金と我欲とたかりでできているか、彼は骨身に染みて味わわされている。それなのにこんな大枚の金を道の上でところも名も素性も知れぬものにことづける人間があるだろうか。富蔵氏に書いて女子供に読ませたって信じやしない。わかりきったこった。行くのはよそう。幾度もそう考えたが、お滝との約束を破るということが気をとがめ、ずるずると不決断な旅を続けて、とうとう7日目にぜぜえ行き着いてしまった。もう暮れていたので、その夜は宮前というところに泊まり、明くる日早く中大手西の辻を訪ねていた。藤巻という家はあった。古びた黒い笠木塀を巡らせた小さな構えで、門から一またぎのところに玄関が見える。宗吉は一度通り過ぎて戻り、思い切って玄関に立った。声をかけると若い侍が出て、取り込み中だから主人は会えないと言った。源之丞という方からおことづてを持って参ったのですが。何、源之丞殿から？侍は急いで奥へ去り、すぐ出てきて庭へ回れと言った。そこから左へ回ると三十坪ばかりの庭になり、床の高い縁側に50歳余りの中老の武士が立っていた。宗吉は腰をかがめて近寄り、持ってきた福佐包みを取り出しながら万五里の宿での司祭を話した。藤巻という人は聞きながらそこへ座り、両手を膝にきちんと置いて目をつむった。頬骨の高い、眉の厚い、金言そのものといった顔立ちだが、干渉なのか片方だけ時々かすかに引きつるのが見えた。話し終わって福佐包みを差し出すと、相手はそれに目をくれないで丁重に頭を下げた。それはそれは、遠路のところわざわざお届けくだすって片付けの大ござった。源之丞は拙者のせがれでござる。若年者のうろたえた思慮でかようなご迷惑をおかけ申し、何ともお詫びのいたしようがござらぬ。ひらにご勘弁が願いたい。いえ、私の方こそお詫びがございます。宗吉は慌てて抵当した。正直に恥を申し上げますが、お預かり申したとき私は無一文でございました。その上別に事情がございまして、どうしても二両一分ばかり必要になり、ちょっとした考え違いから小粒の方の封を切ってしまいました。もちろんこの服装の中には50金揃えてありますが、そういうわけで封を切ってございますので、そこをどうかお許しくださいますようお願い申し上げます。いや、その親爵には及ばない。この方にはお志だけで十分でござる。失礼ながらしばらく。藤巻中女はこう会釈をし、福佐包みを持って一度奥へ去ったが、ややしばらくして戻り、紙に包んだものを白大王に乗せて差し出した。お招き申して素飯などを差し上げたいが、差し迫った取り込みがござって、それもかなわぬ。シャレと申してはぶしつけだが、形ばかりの寿司どうぞご承納されたい。そんなことをと辞退したが、相手はどうしても聞かず、結局それをもらって藤巻家を辞去した。宗吉の心は明けたように明るく弾んでいた。本当だった。
本当だった。外へ出るなり、彼は踊り上がるような気持ちでこう叫んだ。ゴマの生えでも巾着切りでもない、あのお侍は見ず知らずの俺を信じて、あれだけの金をあんなにあっさり預けたんだ。くすねられやしないか、確かに届くだろうか、そんなことは爪の先ほども疑わず、出会い頭の人間をいきなり信じてだ。こんな人もいるんだ、世の中にはこんな嬉しいこともあるんだ。俺も生きるぞ。打ちひしがれ絶望していた心が生き生きと熱い血を吹き出した。これからは何でもしよう、どんな苦しいことでもやり通そう。暴風も洪水もおしまいだ。雲は散り、日が輝き出したんだ。全くよみがえったような気持ちで宗吉は宿へ帰るとすぐに立つ支度をした。すると懐からばったり紙包みが落ちた。謝礼にもらったまますっかり忘れていたのである。こりゃあ少しばかりじゃないぞ。受け取った時金だということは見当がついていた。しかし今畳へ落ちた音は重たかった。さすがに胸を躍らせながら包みを開くと、まず上に手紙のようなものが載っている。彼は手早く開いて読んだ。それは極めて簡単なもので、昨日早の使者があって、せがれ源之丞が舞坂において決闘し相打ちとなって死んだという知らせがあった。理由は言えないが、ゼゼ藩のおための死で、自分として心残りはない。しかしせがれの決闘は親の自分が責任を負わなければならぬ。今日明日にも追放のお達しがあると思い、その支度をしている。ついてはせっかく遠路お届けに預かったものだが、自分たち夫婦にはもはや死ともなし、方々せがれが最後の際のご縁もゆかしく思われるので、これはそのままそのもとに収めていただきたい。いかなる境涯の人かは知らないが、末永くお栄えなさるよう祈っている。あらまし、そういう意味のことが書いてあった。それは爽やかに割り切ったすがすがしいほど綾のない文言である。深い被災はわからないが、国のため主家のため喜んで死ぬ子、いささかも心残りなくその責任を負って追放される親、彼が万ごりの宿でことづかった金の陰には、こんなにも悲痛なけれどこんなにも力強い生き様が隠れていたのだ。彼は手紙を巻いて金包みを開けた。持っていったままの50両がそっくり出てきた。50両。でっち奉公を10年して貯めた挙句、叔母に取られた金は45両。ほとんど浪せずしいて、今ここに50両。金じゃない。金じゃないんだ。宗吉はうめくようにこうつぶやいた。10年貯めたものを横取りされた、お玉に騙された清吉にどうされた、俺はそんなことぐらいでやけになっていた。みんなてめえのことばかりじゃないか、てめえ一人の。宗吉は身震いをした。源之丞という人は自分のために死んだんじゃない。あの親御さんは禄を離されても悔やんだり恨んだりしちゃいない、そればかりがちっとも心残りはないとさえ言っている。こう生きなくちゃいけないんだ、人間はこう生きなくちゃいけないんだ。
世の中の広さ、人間の生き方の深さ。宗吉には今をおもろにながらそれが見え出したような。彼は大きな力が体いっぱいにあふれるような気持ちを感じながら、そっと目で笑ってこうつぶやいた。お前に会えてよかったな、おだき。これから一緒にやろう。世の中は苦労のしがいがあるぜ。はい、今日は以上でございます。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございました。